久保さん。今日を変えるとかのテーマにしましょうか。なんかね、セールスレター見て、あ、俺の未来はバラ色だ。これさえ買えば。みたいな。まあ、未来を妄想するんだけども、まあ別にそれは自由なんだけども、その未来っていうのは今日変えたかどうかじゃないですか。まあ当たり前なんですけどね。まあ今日やったかやってないか。今日やったっていうことは今日変わったってことですよね。今までとは違うっていう。で、少なくとも久保さんと僕は少なくとも昨日より今日が変わってるんですよ。毎日やり取りしてるんで。毎日やり取りしてるから日々、なんかね、何話がずっと続くんですよね。そう。まあ気がついた頃100何話だ。もう160話ぐらいですか。なんかマトリックスシリーズってつい最近のような気がするんですけどね。マトリックスなんかめっちゃつい最近じゃないですか。なんかマトリックスも早く終わっちゃうな、みたいなね。なんかマトリックスつい最近始まった感じがするんだけども、もう160でしょ ?4、5。早いっすね。うん。まあ少なくとも僕と久保さんは毎日変え続けてますね。まあその積み上げでしかないですから。なんかみんななんかスーパーマンみたいに仮面ライダーのベルトじゃないですけども、変身みたいになんかなりたいのかわかんないですけど、無理ですからね。なんかシリが起動しましたね、今。まあいきなりは無理なんで、まあちょっとずつ変えていくしかないですよね。で、大きく変えれる人もいるかもしれないですけど、大きく変えられますか？例えば、一度も商品作ったことがない人が、今日作って今日セールスできますか？できないですよ。だから、まあ商品作るにしても、集客するにしても、その積み上げでしかないですから、まあ日々、変えていく。で、やっぱあとは、変えていく中で改善するってことですね。変えていきながら改善するっていう。久保さんが稼げた理由っていうのは、変えることもしたし、改善することもしたんですよ。だから、猿の一つ覚えでね、ただやってますみたいな。ただ凡事徹底です。ただやってます。それはビジネスとしては稼げないですよね、ビジネスっていうのは結果を出さないといけないので、やったから結果が出るっていうものじゃないですから、ただしやらなければスキルもつかないし、やらなければ変化もないんですよ。だけど、やっていく中でしっかり軌道修正する、改善するっていうのを繰り返していけば、結果に行き着きます。ただそれをしないんであるならば、ただやりました。ただやったのっていう話なんで、結果が全ての世界ですからね、ビジネスは。会社でね、どれだけ仕事を頑張ったとしても、会社の業績が上がっていなかったら、リストラになる可能性はあるんですよ。潰れる可能性はあるんですよ。あなたがどれだけ仕事頑張っても、やっても、仕事どれだけ努力して、アポイント取ってきても、何やっても、会社全体の売り上げが、立たなくて、銀行から借り入れしまくって、銀行からもう借り入れしれしあの資金繰りがもう無理になって、回せなくなって、銀行からも借り入れなくなりました。もう無理ですよね。解散です。あなたがいくら仕事で頑張っても、そうなる時もあるんですよ。それがビジネスなんで。でも、久保さんと僕なんかは、もう一人社長を推奨してますけど、一人でいいんですよ。一人飯食ってく分のビジネスですからね。だからこれがね、本当に楽なんですよ。わかります？自分が飯食ってく分だけのビジネスをやればいいんですよ。わかります？これはね、ぶっちゃけ言うと楽勝ですよ。だから会社経営してるとかね、従業員雇ってるとか、そのレベルに比べると、一人経営、一人で飯食っていく分だけビジネスとして稼ぐっていうのは、もうひよこレベルなんですよね、これっていうのは。ね、何千人もいる会社もいるじゃないですか。何百人、何千人。まあそこの会社と働いてる人もいると思いますけども、まあ、それを経営していくっていうのはね、大変なことなんですよ。並大抵なことじゃないですよ。しかもそれを10年、20年、30年、100年企業なんか作れないですからね、そうそう。わかります？ 100 年持ってる会社がほぼいないんですよ。大丈夫ですか？これデータでも出てますけど。だから何十年か後ぐらいにあなたの会社潰れる可能性あるんですよ。だって100年企業そんなないんだから。はい。いってらっしゃい。